けど。帰るよ。帰るって。ホランちゃん。帰ろう。そっちじゃないって。玄関とは逆の居間へ。うん。ホランちゃん、それ嘘でしょ。いつもこんな感じで寝たふりしちゃうんですよ。へー。そう。ぷんちゃんは寝たふりをする犬。させてあげればいいじゃない、これ。もうな。聞こえてるのは分かってるよ。寝たふりしてはまぶし。いつもそうです。すごいな。こうなるとぷんちゃん、大好きなおもちゃや餌をちらつかせてみたら。全然大事で、これでもダメなんだ。かたくなに寝たふり。さすがにね、ああなっちゃうとなんか連れて帰るのも忍びねえなっていう。気持ちになるから大体預けて帰っちゃうんですよね。そして夫妻が家から出ると見てますけど。ふんちゃんしてやったり。かわいいね。私は犬ですよ。